先ほどですね、石崎バイオのハウスの中に温度をかけるための小さな仕切りがね、あったので動画に撮ったんですけど、今度は今バイオ室の方でちょっと頼まれたものをついでに撮ってみますね。ここに 1,2,3,4,5,6,7,8 8種類ほどですけどね、今年十分開花できる球根を持ってきました。種3丁×3丁初雪連絶赤。例えばこれはもう種の3丁にですね、同じく3丁で初雪で連絶で赤の血が入ってるっていう交配ですね。会長さんはですね、やっぱり地元で採れた初雪が大好きでして、ずっとその血を追い続けてますけども、初雪は頑固だよって言ってなかなか出てくれないんですよね。3、4年前からだいぶその初雪にまあそっくりのタイプが出てきたんですけど、それを今度は朱色とか赤にしていくっていうことでやってますんで、これはですね、まあ狙いで言えば山頂の初雪が出てしまう、それから朱と赤の血が入っていますので、さらにそれが朱で出たり赤で出たり、まあそんな交配になりますね。かなり大きな球根ですから、これ、交配も楽しみですね。まあこのようにしてですね、いろいろ交配の先に進めるようなやつを頼まれていましたので、持ってきたわけなんですけどね、だいぶ高く買っていただきました。例えばこれですね、星空虹咲き分け絞り A、紅錦星空、こっちのタブレットにねあるんですけど、これ去年私が見つけたんですけどね、本来ですと星空のところが点になるんですけど、これは外側の紫色のところがこう白く抜けてるところがあるんですけど、これ星空の部分が逆に白く抜けちゃったっていう、まあ、恐ろしい結果ですね。ですからやってみないと分かんないっていう言葉通りで、まさかこんな風になるとは思いませんでしたけど、今年、まあ、こういう親をですね上手に交配するととても素晴らしい花がね、まあ、咲くかなと思うんですけど、今説明をしながらですね買っていただいたわけなんですけど、まあ、これから早めに温めてですね、もうあれですかね、来週あたりから温めますかね。そうですね、もう、まあ、一応今石崎さんと、ここで後輩の話なんかしてたんですけども、とりあえずこれからもまた違うタイプの球根頼まれてますんで持ってくるんですけど、いい花をどん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 これから、石崎バイオの方で作出していきますんで、早ければですねもう秋には今年この交配のもう瓶をですね、種をまいてすぐ販売するなんていうことも考えてますんで、皆さんもぜひ楽しみにしていてくださいね。また花好きになりましたら、こういう咲いた花あるいは交配してるとこ、まいてるとこ、そういうところをまたアップしたいと思います。